メンダコは、軟体動物門等足綱八腕類メンダコ科に属するタコの一種である。メンダコの記載は、理科大学動物学教室の飯島伊佐夫教授と池田作次郎氏によって行われた。記載論文は、1895年7月に出版された、奇形のタコに収む手てである。同年12月、同著者らによって出版された記載論文の英語版。 ディスクリプションオブアピソートゥーシースデプレッサ NSP がご引用されることが多い。メンダコの感想標本。国立科学博物館にて、普通に見られるタコの仲間とはかなり異なった外観をしており、放射状に足が広がっている。その足の半分以上は大きな膜に覆われ、普通のタコと違いあまり足の自由は効かない。普通のタコでは二列となっている吸盤も、 メンダコは一列しかない。その周りに長い間隔もが多く生えており、これは本種の他にも深海を住みかにしているタコ類の特徴である。非常に扁平で押しつぶしたような姿をしている。暗い深海で生息しているために墨袋はなくなり、普通のタコが持っているような墨を吐くことはできない。体長は20センチほどで比較的小型。そのパラシュートのような姿と、 プロデスクな外観から UFO を思い浮かべる人もいる。水からあげると柔らかい体を支えきれず、ペシャンコになってしまう。深海性のタコであるため、詳しい生態は不明。水深200メートルから1000メートル付近の海底近くに住む。普通のタコと比べその体型ゆえに水を取り込む隙間が狭いので、水を取り込んでロートから噴射して素早く動くことはできないが、 餌の少ない深海で生きるために体力消耗を抑えるようにゆっくりした動きになったと言われる。他の深海性の多くのタコ類に見られる胴体から伸びたヒレ状部分が発達しているが、それらのタコ類に比べれば本種のは小さいので遊泳に用いることはなく、ヒレをスタビライザーのようにして海中で方向転換や姿勢制御などに使うとされる。 餌は主に底性生生物の横エビ類などといった小型甲殻類などである。国内の一部水族館では産卵に成功し、火災臨海水族園では負荷にも成功した。食べられなくはないもののその味は海水を飲むようで非常にまずいという。また、匂いがシンナー系薬品のようにきついので網にかかると他の魚に匂いがつかないように漁師たちは捨てている。 日本近海には、メンダコのほか、センベイダコ、オーメンダコの3種が生息している。またメンダコ科のタコは、傘のようであるから、英語でアンブレラオクトパスと呼ばれる。ありがとうございます。